に行くんですよ。アウトローなんだね。アウトドアだよ。アウトドアだよ。アウトドア最高。どうも、みのりがこです。お願いします。いや、アウトドアなんだね。いや、そうなんだよ。具体的に何してんだよ。僕はね、バードウォッチングをしてるんだ。バードウォッチング珍しいね。珍しいね。まあ、足広くらい珍しいかな。なんでだよ。借金取りだろ。取りじゃねえだろ。取りじゃねえだろ。油取りね。取りじゃねえだろ。取りじゃねえだろ。おしどり夫婦ね。取りじゃねえよ。取りじゃねえよ。ちょっと、なんだよ。おしどりっていう鳥は本当にいるんだよ。そこじゃねえだろ。そもそもさ、俺あんま鳥詳しくないんだよね。あ、なるほどね。じゃあ俺らで名前言うからさ、鳥か鳥じゃないかゲームしよう。まあ、鳥と別のやつ言ってくるのね。いくよ。いいよ。香取慎吾。鳥じゃねえよ。城見滝。鳥じゃねえよ。森山明。鳥じゃねえよ。初出来ない。鳥じゃねえよ。ちょっと待ってくれよ。俺の全部鳥なんだよ。そうなの。いや、バードウォッチングに行ったらよく見る鳥たちなんだよね。バードウォッチングやらないからわかんないよ。わかんないよ。よし、じゃあ今からバードウォッチングやってみよう。なるほどね。よし、公園に着いたぞ。今日はどんな鳥が見れるんだろうな。わ、あんなところにスモートリだ。いや、いるわけないでしょ。いや、本当にいるんだよ。ちゃんと見てよ。スモートリがいるんだ。鳥じゃねえから。え、おかしいな。あ、あんなところに虫捕りだ。本当に虫捕りがいるんだ。鳥じゃないのばっかいるわけないじゃん。本当に虫捕り少年がいるんだよ。あれ、これは剣道だよ。鳥関係ねえじゃねえ。全然鳥出てこないじゃん。確かに。あ、あそこにウグイスだ。ウグイスってどんな鳴き声？クルッポ。それはハトだよ。ウグイス、ホウホケキョウね。そうだそうだ。じゃあフクロウは？クルッポ。それもハトだよ。ハト、ハトじゃねえ。フクロウ、ホウホ。あ、フクロウ、ホウホ。でも、結構詳しいよね。それ鳴き声ぐらいわかる。まあ俺も詳しいんだけど。お前の鳴き声できんの？できるよ。ウグイスは？ホウホケキョウ。フクロウは？ホウホウ。ウグイスは？ホウホケキョウ。ホウホウ。言ってねえよ。急に間が出てきて今。しっかり聞けばできるから。しっかり聞けばできるね。ウグイスは？ホウホケキョウ。フクロウは？ホウホウ。ウグイスは？ホウホケキョウ。こっち向くなよ。これ交互にやるやつじゃないのか。勝手にルール決めんの。あ、なるほど。しっかり聞こう。しっかり聞こう。いけるよ。いけるよ。ウグイスは？ホウホケキョウ。スズメは？チュンチュン。ネズミじゃねえか。チュンチュンはネズミ。違う鳥も入ってくるの。お前この世に鳥2匹だと思ってる。まあ違うな。うん、違うでしょ。違うけど、うん、いやもうお前できないね。いや、できるよ。できる。任せて。あ、そう、うん、ウグイスはホウホケキョウ。スズメはチュンチュン。ウグイスはホウホケキョウ。ライオンはジョー。何してんだよ。ジョワーンとかライオン言わないから。動物も入ってくるの。これ動物入ってきて鳥じゃないとか。鳥じゃない。あ、鳥じゃないね。そう答えればいいから。なるほど、うん、分かった。ウグイスはホウホケキョウ。シマウマは鳥じゃない。ウサギは鳥じゃない。キリンは鳥じゃない。ウグイスは鳥。ゾウは鳥じゃない。ハトは鳥。サイドは鳥じゃない。スズメは鳥。何してんだよお前。最後鳴き声言ってないじゃん。わ、鳥が鳥じゃないから仕分けだけになっちゃってるから。あ、まあまあまあ結構できてたよね。ウグイスは鳥じゃない。鳥だよ。何してんだよ、鳴き声言わないと。確かに。ウグイスは鳥じゃない。鳥だよ。全然できてねえじゃねえか。いい加減にしろ。もういいわ。